ヤングダービーとかではなんかやっぱ着残してるなっていうイメージはありますね。スタートうまいなっていう印象は持ってます。松潤って呼ばれてるじゃないですか。あ、はい、でぐらいしかなんかイメージないですけど。早稲田大学在学中の2018年にデビュー。名前からボート界の松潤と呼ばれ、大学生とレーサーの二刀流で注目を浴びながら優勝戦進出を順調に重ねて、2024年のトップルーキーに選ばれた松本潤平。現在 A1 級で活躍する29歳。テレビ局のディレクター志望だった普通の学生が突然ボートレースの世界へ。人生が大きく動いたそのスイッチの瞬間とは。文武両道の優等生だった少年時代に味わった挫折、そして成長の原動力となった師匠の言葉。人生の波を飛び跳ねる松本潤平のネクストスイッチ。はい、今はやっぱり闘争心が自分の中には足りないかなっていうところを思ってるので、そのやっぱりそのレースで絶対に一等を取ってやるっていうそのがむしゃらな気持ちが、まあ自分の中では最近ちょっと課題というか、やっぱ小学生の頃は負けず嫌いで、運動も勉強も割とまあできる方ではあったと思うので、負けたくないっていう気持ちはずっとありましたね。野球に熱中していた少年時代は負けず嫌いで闘争心むき出し、それが今は安定志向のレーサー。厳しい勝負の世界にそぐわない、そこには深い訳と物語があった。兵庫県豊岡市に生まれた潤平は、はい、よくできました、100点。すごい、また満点。さすがだな潤平。成績優秀な小学生、勉強だけではなかった。頑張れ。早い、潤平すごいね。さすがだ潤平、ナイス。全てにおいて完璧であることが自分のプライド。いつも一番じゃなきゃ、一番以外はダメなんだ。テストの点数とかもやっぱり100点以外は許せないみたいな。授業の発表でももう絶対に間違えたくないみたいな。間違えて泣いてた時もありますし、それぐらい負けず嫌いというか、誰にも負けたくなかったんでしょうね、はい、まさに文武両道、常に周りから一目置かれる存在だったが、他の地区の生徒も多く集まる中学校に入ると、うわーすごい、また数よ1位、さすがだね。いやー潤平惜しかったね、2位でもすごいよ。勉強で勝負事というイメージはないとは思うんですけど、まあそうですね、僕はもう負けたくないっていう気持ちだけでやってきてたので、はい、悔しいみたいな感じですね。胃の中の蛙だったなっていうことに気づき始めたのが中学生ですね。だが野球があった。ナイスキャッチ潤平。小学1年から始め、ずっと背番号は4、不動のセカンドとして小中高とレギュラー、絶対の自信があった。それが高校3年となり、甲子園を目指す最後の大会で渡されたのは13。レギュラーの経験しかない俺が背番号13。控え選手の背番号は12年間の野球生活の中で初めての屈辱だった。高3の春に初めてこうレギュラーを取られてしまったことがあって、そこが一番のショックというか、忘れられない出来事ではあります。俺はずっと何でもできたし、何でも優れていたのに。負けて勝負が嫌いになったというか、負けたくないからあんまり勝負事をしないようになったっていうのはあります。自信をなくし、
何事にも興味が持てず勉強にも身が入らない、そんな時スイッチ。声をかけたのは順平をよく知る担任の若い先生、兄貴的存在だった。なあ順平、1番じゃなくていいんだよ。2番でも3番でも自分は自分だろ。お前は好きにやったらいいよ。うん、とりあえずいろいろとやってみたらっていう、失敗してもいいから何でもやってみたらいいじゃんみたいな、そういう言葉を言われたことがあって、結果にこだわりすぎていた部分があるので、やっぱりそのやってみないと結果ってわからないので、そのためにどういう過程を踏んで、でやってみてダメだったらしょうがないっていう、まあ、ある意味ちょっと楽観的になったというか、そういう変化はあの高校の先生からいただいた言葉で変わりました。狭かった視野が広がり、改めて自分の心に問いかけるようになった。将来の夢とかはやっぱりあのその時にやりたいって思ったもの、興味を惹かれてるものに対して、まあ、とりあえずやってみる、行動を起こしてみるっていう風には変わってきました。目指すのは一番じゃなくて自分がやりたいことでいいんだ。素直に考えてみると、自分には密かに抱いていた思いがあったと気づき、俺はそうだ、テレビ局に入ってディレクターになりたい。なぜ急にテレビっていうことになったんですか。白里美さんに会いたいからちょっとやってみるか、そういうノリが軽くなっちゃったって感じなんですけど。単純だが真剣、高校3年の男子はそんなものかもしれない。思い立てば懸命に頑張る性格と頭脳でしっかり勉強し、国立の神戸大学に受かったが、テレビ局への就職が多そうという理由で名門早稲田大学のメディア関連に強い人間科学部に合格し、そちらを選んで上京。将来ディレクターの仕事にも生きると考え、さまざまな活動に参加した。企画や映像作りを学ぶ放送研究部、小学生にスポーツを教える教育サークル、高校まで続けた野球、そして学園祭実行委員会などなど、明るく元気にちょっとチャラく、最初の1年は充実したキャンパスライフをエンジョイした順平。これでテレビ局に入ってディレクターだ。石原さとみと仕事もできる。乾杯。楽しいな、早稲田に入ってよかった。ところが1年生の最初の頃にこうドラマを作ってみようとか企画をしてみようみたいなっていうようなあのことをやった時に、なんかアイデアも全然出てこないし、なんか知識も全然ないし、しんどいぞってなってしまったっていう感じです。この仕事ではちょっとあの、一生やっていけないんじゃないのかなっていう、自分の中でそういう気持ちがあったっていうことですかね。憧れだけではなれないとディレクターも石原さとみも断念。そのために入っていたサークルだからもう必要ないと辞め、目標を失った大学生活は一気に楽しくなくなってしまった。そこまで本気になれないんだよな。俺は一体何になりたいんだろう。大学2年、自分の将来を見失っていたその時、スイッチ。順平、ちょっと付き合ってくれよ。サークルの先輩からボートレースのバイトを紹介してもらって、でそこで、まあ、ボートレースを知って、であの友達と一緒にバイトしてたんで、まあ、1回ぐらい見に行ってみようかなっていうところがきっかけですね。うわ、この音、音の迫力、かっこいいな。魂がしびれるような
水の上を滑るみたいに戦うボート、怖いけど一度乗ってみたいよな。すごいなって、もう非日常感がすごかったんで、なんかワクワクするような、うん、スポーツが行われてるんだなみたいな。まさにこの戸田に来られたんですか。はい、戸田に来ました。これあの橋のところですね。もう真ん中のところはちょうど、まあ、ターンマーク近いんで、この長い距離をこうボートがレースしながら自分の方に向かってくるっていう感覚はなんか不思議な感覚でしたね。初めての衝撃に心を奪われていると。何？順平、運動神経いいしさ、その体型レーサーなれんじゃない？え？ああ。友人の何気ない一言で芽生えたボートレーサーへの意識、これをきっかけにプロを目指すことを決意し、実家に帰省した時両親に切り出すと。ボートレーサー、そら急な話やな。何でもできてきたあんたやから応援するけど、これだけは約束して、大学は卒業すること。そやな、まあ頑張れ。自分を信じてくれる両親から穏やかな後押しをもらい、順平は気負うことなくすぐに養成所へ。まだ大学在学中な上、全くの未経験、それが厳しい訓練も苦にならないほど夢中に。実際にやっぱりボートに乗れるってなるのは養成所に入ってからなんで、でもそこまでの間1年2年とかずっと熱が冷めなかったのはちょっとまあ不思議なところではあるんですけど、まあプロへの憧れみたいな感じだと思うんですけど、やっぱり最初にその戸田に行った時の衝撃っていうのはやっぱりずっとこう。そうですね、その衝撃の大きさもあると思います。これを仕事にしてみたいっていう感じですかね。あ、なるほど。ただひたむきにボートに乗りたい気持ちが高まるばかり。それはがむしゃらに野球に打ち込んでいた少年時代のようだった。2018年養成所を卒業、順平は早稲田大学に通う異色のレーサーとして注目の中デビュー。期待に応えようと子どもの頃のあの闘争心をむき出しに勝利を目指していた。その矢先、この日はデビュー2節目、常滑でのレース。順平は一番外6コース、まもなくスタートライン。そしてスタートしました。6コースはもういけません。早い5号艇仕掛けるも、ただいまのスタート問題があったもようです。お知らせいたします。5号艇の松本純平はフライングのため変換欠場。5号艇はフライング、5に関する投票権は大切にお持ちください。スタンドからもため息、屈辱のフライング。初めてよし、ここは一等取ってやるって思ったレースがフライングだったんですけど、1ヶ月間出場停止。それは自分だけの処分ではなかった。施工者の方とかいろんな人に迷惑もかけられ、お客さんももちろんそうですし、レースを壊しちゃうことにもなるんで、そう簡単にはフライングは切れないなって思いました、ね、やっぱりこう慎重になっていきますね。そうですね、はい、やっぱ F2 やったらもう 2ヶ月休みも増えちゃうんで、はい、そこはあります。これがトラウマとなり、安全なスタートしか切れなくなった順平は5着6着ばかりのレーサーに。攻めのレースができない、人気も全く上がらない、自分に納得ができない中、気づけばデビューから一度も勝利がない事態に。こんな安全志向じゃプロと言えない、まずは勝たなくては、迷える順平はある男の門を叩いた。スイッチ。師匠になってください。まあ構わないけど、お前は技術があるしミスも少ないから、俺に教えられるものは特にないよ。八津幸宏、優勝21回、16年間 A 級をキープする埼玉支部の実力派レーサー。
聞きに行ったら教えてくれはするんですけど、極力自分でまずやってみな、いろいろやってみな、どうしても困った時には聞きに来たら教えてくれるっていうような、あとはもう背中で見せてくれるんで、本当に、はい、僕はあのプロペラも結構保守的に守りに入りがちだったんですけど、八津さんはもう思い切った調整もしますし、なんか別エンジン出てるのにペラの形をもう思いっきり変えちゃうとか、そうやってやっぱりあのもっと良くしよう、もっと良くしようっていうような仕事の仕方はすごい影響を受けました。やっぱ僕もこうしていかないと、まあ、上には上がっていけないんだろうなっていうのを気づかせてくれました。少しでも状態を良くしようと、師匠はレースギリギリまでプロペラを調整する。そんなあがくようなことはしてこなかった順平だが、勝つためにと真似をした。師匠からたびたび言われたことがある。お前は他のレーサーの分析すごいよな。そうですか？褒められてるのかな。例えば誰か気になるレーサーのこと俺に説明してくれ。同期の鈴木隆明は全速で質の良いスタートを切れるところが魅力的ですね。それに対してペラの幅も伸び型にしたりピット離れ型にしたり、そういう冒険心はすごい同期なので見習わなくちゃと思いますね。同じく同期の佐藤光はボートの状態、モーターの状態に合わせた乗り方をしてくるところがいいですね。チルトやニードル調整とかも思い切ったことをするので、そこは僕も勉強中です。チルトを跳ねるとスピードが出やすいですが、伸び寄りになりすぎるしリスクを伴いますよね。だから僕はいつも基本マイナスにして調整するんです。危ないチャレンジはしたくないので。倉田さんはザ・強気のレーサーという感じです。勝ちたいという熱を人一倍感じます。あとはやっぱり一番の特徴としてはゴリゴリ前付けに行くところですね。同世代のルーキー相手ならまだ分かりますけど、先輩だらけの一般戦でも行くので正直すごいなといつも思います。畑田さんはまずレースもうまいし、スタート力もあるし、ターン力もあるし、総合的にバランスが取れている印象が強いです。中でも踏み込んで点で返すようなダイナミックなターンがすごいですね。な、さすがだよ順平。そこまでの分析お前にしかできないことかもしれない。八津さん、自分の成長にはあと何が必要でしょう？そんなの自分でも分かってるだろ。あ、闘争心。そして肝に銘じるようになった師匠の言葉。俺からはもう一つ、やらない後悔よりやって後悔しろよ。まあ、もうその通りだなと思って。はい、刺さったわけですか、その。そうですね。いろいろやるようになってみて気づけたっていう、その視野は広がったっていう感じですかね。勝負ごと嫌い、勝負ごと嫌いって周りにも結構言ってたりするんで、まあ、それはでも負けたくないからなんだって、結局子供の頃から負けず嫌いなのは変わってないのかなとか気づかせてもらいました。子供の頃は闘争心にあふれ誰にも負けずにいられたが、その後多くの挫折を味わい、負けず嫌いの性格だからこそフライングや落水を恐れ、負けから逃れる自分になってしまった。勝負の場で闘争心を出すのが怖くなった。今レーサーとして自分が一着になるには眠らせていた闘争心を目覚めさせねば。師匠八津さんのアドバイスを胸に初勝利を目指す中、2020年3月多摩川一般戦、順平は青色の4号艇人気と中心3番のゴンド、相手候補5番佐藤、1番後藤でした。123ダッシュ456スタートを切りました。スローペーですが1号艇2号艇若干へこんでいます。ここから勝負に出るゴンド、そのゴンドが仕掛けていきますが1号艇が抵抗、変化を加える3号艇遅れを取って内側4号艇松本順平させてまいりました。スタートは前提正常でした。水陣祭目指して4号艇松本順平が単独トップに立っています。その後ろ2号艇3号艇1号艇3艇絡む2番手争い、トップ4号艇松本順平です。早稲田出身、某ボート雑誌のウェブサイト担当のアルバイトきっかけでレーサーになりました。最後ターンマークをクリアしてまいりました。
さあ水上の松潤、嵐を巻き起こしました松本潤平、嬉しい水神祭です。おめでとう4番松本潤平、五輪。ターンも華麗に終始トップを守り抜き、デビューから1年と4ヶ月、201走目にしてようやく掴んだ念願の初勝利。そこには師匠に学んだあの成果も。まあエンジンも良かったんだと思いますけど、自分なりにこうプロペラを結構大きく叩いていって、それがハマってエンジン良くなって、まあそれがたまたま結果につながったのかなっていう感じでした。やってみないと分かんないんで、はい、やってみたらすごく良くなるかもしれないんで。勝つ感覚をつかんできた順平はその後も、4号艇松本順平、さあ松本順平4角まくり、ここもまくりか松本順平、5番の松本かわしていきまして2幕、後ろ競りかけていくのは内から3番の田中、2幕は差し返して4番の萩原、先頭5番松本五輪。闘争心を呼び覚まし、攻めるレースで1着を重ね、優出も増えてきた順平だが、大事なことがもう一つ、それはプロになる前の両親との約束だった。大学生とレーサー、二刀流のままでやってきた順平は、去年3月、29歳でようやく早稲田大学を卒業。卒業はしなきゃなとは思ってはいました、はい、約束だったんで、そこは、はい、卒業式にも来てくれて、まあいろいろ写真撮ったり、はい、レース場見て、はい、なんかお客さんの気持ちとなって見るとどうなんですかね。まあでもこう見ると、やっぱり水面から見る自分と多分こう観客として上から見る自分って多分全然違うのかなと思うのは、たくさんの人がこう見ながら自分を買ってくれてたりするって改めて思います。ここに座ってみるとなんか頑張んなきゃなって思いますねお客さんの期待に応えられるような攻撃力系レーサーになりたいですけどね。はい、冷静な目と分析力に長けた男が新たに呼び覚ました闘争心。松本潤平には早く叶えたい夢が。やっぱ夢はやっぱり師匠のやつさんと2人とも A1 でやらせてもらえてるので、まあ、一緒に記念は出たいなと思います。やっぱりそういう場所で師匠と一緒に走りたいなっていうのはあります。デビュー6年目、 A1 級に昇格して1年となる今、夢は次々に膨らむ。もっと上へ、もっと大歓声の場へ。そして忘れない少年の日の自分、いつも勝ち誇っていた生意気な優等生にもう一度。その思いは現在進行形。